皆さんこんにちは。今日は毎月20日のウェル活で日用品0円生活のおすすめを共有いたします。それではスタート。毎月20日のウェル活で日用品0円生活。私は毎月投資をしてお金を貯めたいなと思っているんですけれども、固定費もこれ以上下げれないし、生活費も下げれないし、どうにかしたいなと。でもお給料が上がるわけではないので、何かできないかなって考えた時に、ウェルシア薬局の毎月20日は T ポイントが 1.5 倍でお買い物ができるっていうのを見つけたので、この仕組みを取り入れることにしました。そもそもウェルシア薬局ってご存知ですか？私は知りませんでした。ウェルシアっていうのは、2022年1月調べだと全国に2011店舗もあるそうです。これはここのウェルシア薬局のいいところは、 T ポイントが貯まって使えます。お客様感謝デーというのがあります。毎月20日に T ポイントでお買い物をすると 1.5 倍分お買い物ができるという非常にお得な感謝デーなんです。例えば1000円分のポイントを使うと1500円分のお買い物ができるという夢のようなお買い物です。私はこれを知るまでウェルシア薬局っていうのは知らなかったんですけど、実は自転車で15分ぐらいってところに薬局が、この薬局があったので、それからはもうドラッグストアといえばウェルシアというふうに意識が変わりました。しかも今のドラッグストアって薬だけじゃなくて、例えば食品だったりとか、私はやってないんですけど、薬の処方箋とかも出してくれるんですね。処方箋が 1.5 倍になるかはちょっと分かんないんですけど、とても便利なお店になってますよね。そして実際に私が購入したものです。びっくりしませんか？トイレットペーパーから食品、嗜好品ですね、コーヒーなど、それからお米、洗剤、お菓子、すごくたくさんのものを買いました。で、向かって右側のレシートです。今回のお支払い金額は合計6001円でした。でも真ん中水色の線が引いてあるところで、感謝デー特別値引き、これが2001円分も入ってます。なので今回の実際のお買い物合計は4001円になってるんですね。ここで現金でお支払いしてもいいかと思うんですけど、私はたまった T ポイントで4001円分を丸々お支払いしましたので、実質0円でお買い物をしたことになります。だからお財布から1円も出てないということになりますね。ではこの0円購入の仕組みなんですけど、どうしてるかと言いますと、まずこの T カードを作ります。そうすると最大6000ポイントをもらえるんですね。で、6000ポイントもらえたら、毎月20日のお客様感謝デーで9000円分のお買い物を実質0円でスタートができます。そして毎月の固定費をカード払いに設定します。例えばスマートフォン代だったりとか、例えばネットフリックスとか、そういったサブスク関連ですね。そうすることによってポイントが勝手に貯まります。で、またその貯まったポイントを毎月20日のお客様感謝デーで実質0円でお買い物ができるという黄金の仕組みが出来上がります。勝手にポイントが貯まって、貯まったポイントでお買い物をするっていうことができますので、ぜひ皆さんね、最初は面倒かもしれないんですけど、実践してみてください。日用品がタダになるだけで生活ってぐっと楽になると思います。また画面の左側のニフティポイントクラブっていうのがあるんですけど、何かお買い物をするときに、このサイトを通してお買い物をするだけでポイントがめちゃめちゃ貯まったりとか、例えばあとはクレジットカード作りますとか、どっかの銀行の口座を開きたいってなった時も、直接公式ホームページで申し込みをするんではなくて、
こういったポイントサイトを経由するだけでかなりポイントがぐんぐん溜まってきますのでおすすめします。一応概要欄にリンクを貼りますので、よろしければご覧になってください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございます。さようなら。